それでは本日最後の授業になります。授業番号5番です。42ページからです。がん総合対策推進事業につきましてご説明をいたします。まず、職員の紹介をさせていただきます。私、健康福祉部疾病対策課長の岡山と申します。担当班長の富田でございます。担当の厚見でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは座って説明をさせていただきます。資料の42ページをご覧ください。まず上段の目的ですが、本事業はがんによる死亡者数を減少させるため、いわば県民の命を守るために、静岡がんセンター、県医師会、患者団体等と連携し、がん医療体制の整備、タバコ対策、がん検診対策を平成15年度から推進しております。中断の事業内容ですが、本県のがんの死亡者数は年間約1万人で、全死因の約3分の1を占め、死因の1位となっています。このためがんによる死亡者数の減少を目的に、平成20年3月に県がん対策推進計画を策定し、この計画に基づき各種事業を実施してきたところであります。続きましてがん対策の全体目標についてですが、恐れ入ります。47ページをご覧ください。一番上の県がん対策推進計画におけるがん対策の全体目標は、平成29年度までにがんの75歳未満の年齢調整死亡率を 20% 減少させるもので、平成17年と比較し 5.2 減少しております。このページの2番目の表は国の状況で、本県は国の死亡率より 3.3 低くなっております。3番目の表をご覧ください。目標の 20% 減少の根拠は、平成29年度までの10年間の減少率の内訳として国が示したものであり、本県ではこの目標の達成に向けて、がん医療の近点化、タバコ対策、がん検診対策を柱として事業に取り組んでおります。なお、がん医療の近点化とは、県内どこでもがんの標準的な専門医療や相談支援を受けられるよう格差の是正を図ることです。具体的な事業内容や経費についてですが、42ページにお戻りください。経費内容です。がん医療近点化は、国・県指定のがん診療連携拠点病院等の整備が1億6500万円を、また全国トップレベルのがんセンターの医療や相談対応のノウハウを県内の医療機関に伝える研修などが2500万円を、タバコ対策としては県内の小学5年生に防煙下敷きを配布する経費が350万円を、
がん検診対策としては、がん検診の必要性についての啓発活動が750万円以上、また、がん検診の従事者のレベルアップを図るための研修が680万円以上、その他の事業費を含めまして、平成24年度は合計で2億1700万円以上の事業費となっています。下段の事業の必要性のがん医療の近点化についてですが、県内にはがん患者が約4万4000人おられます。このがん患者の約9割が県内の県指定、国指定の拠点病院等を受診しています。次にタバコ対策は、子どもに防煙下敷きを配布することにより、子どもと親と喫煙について話し合ってもらい、現在および将来の肺がんによる死亡者数の減少を図るものであります。次にがん検診対策ですが、がん検診の必要性や最新医療の情報を説明する講演会は、がんの早期発見や早期治療につながるものであります。もしこれらの事業を廃止した場合には、県民が身近な地域で質の高い医療や相談支援が受けられなくなるなど、現在減少傾向にある年齢調整死亡率が横ばいまたは増加に転じるものと考えております。課題の改善見直しの状況ですが、毎年計画の進捗状況等について、県がん対策推進協議会における計画の進捗状況の評価を踏まえ、事業の改善見直しを行ってまいりました。具体的には、県独自のがん拠点の指定要件を国の指定レベルまでアップするとともに、がんセンターの最新のノウハウを全拠点病院に伝えるよう見直し、また平成22年度には国に先駆けて県独自に県立子ども病院を小児がん拠点病院に指定するとともに、地域がん登録など新規事業にも取り組んでいるところでございます。43ページをご覧ください。下段の自己評価の、実施評価ですが、がん拠点病院の近点化については目標を達成しております。喫煙率は平成25年度には目標を達成する見込みであります。がん検診受診率は数値は改善しているものの、平成24年度までの目標達成 50% には、困難な状況でありまして、現在対策の強化を検討しているところであります。単位当たりコストは総コストを拠点病院数の22で割ったもので、平成24年度は予算減により改善する見込みです。成果指標進捗の寄与ですが、年齢調整死亡率の推移は平成21年から22年の数値は悪化しておりますが、10年前の 93.8、 10年前の 93.8 からは数字は大きく改善しております。今後の方向性や改善方法につきましては、これまでの計画の評価および国の基本計画をもとに、がん対策推進協議会の意見を聞き、今年度県がん対策推進計画の見直しを計画しております。46ページをご覧ください。がんによる壮年期の人口10万人あたりの死亡率の全国状況では、本県は平成22年は10位と比較的良い水準にあると言えます。48ページをご覧ください。中断の市町との役割分担ですが、がん医療の近点化については、市町独自の実施は困難でありますことから、県が専門医療体制の整備を行っております。タバコ対策につきましては、市町が実施主体のため、県は受動喫煙防止などについて技術的支援や助言を行っています。がん検診対策については、市町が実施主体のため、県はがん検診と特定検診の同時実施の指導や最新情報の普及啓発などを行っています。下段の主な事業成果のがん医療の近点化については、本県の新規がん患者数、
年間約2万1000人の約9割が拠点病院でがんの治療を受けております。他県の拠点病院のカバー率の平均 58.3% で比較して大変高い値となっております。50ページをご覧ください。集団の多職種によるチーム医療体制の整備については静岡がんセンターにおいて国に先駆けてチーム医療を実践し、このノウハウを他の病院に伝え、県内の質の高いチーム医療に貢献をしております。51ページをご覧ください。上段の医科歯科連携の推進ですが、これも国に先駆けまして、がんセンターが抗がん剤の副反応対策として口腔ケアに取り組んでおり、本年度からは講習会を通じて全県展開を開始したところであります。集団のがんの相談支援体制の整備ですが、22の相談支援センターで年間3万3000件を超える相談を受け付け、特にがんセンターで行っている夜津相談は全国のモデルとなっており、権威ある賞である日本対がん協会の特別賞朝日眼帯賞を今年度受賞したところであります。52ページをご覧ください。課題のタバコ対策では、がんセンターが実施する応援下敷きの配布が国のがん教育のモデルにもなっております。続きまして53ページをご覧ください。がんの普及啓発については講演会等に約5000人が参加し、がん検診を受けるよう普及啓発をすることができました。54ページをご覧ください。県がん対策推進計画の見直しですが、今年度静岡県がん対策推進協議会においてがん患者の就労支援対策、小児がん対策の強化、がん検診対策、がん検診の率が低いということで、がん検診対策などについて、協議を行おうというふうに考えております。今年度はこの協議結果を踏まえ、推進計画を一層充実させ、がんによる死亡者数のさらなる減少を目指してまいります。以上であります。ありがとうございました。それではご質問ご意見をお願いいたします。この事業は44ページと45ページに、細かくいろんな事業項目が入っています。この個別の話ももちろんそうですし、今ご説明いただいたような大きな区分として、がんの新鮮化、トバコ対策、がん検診対策と、ちょっと大きいんで、これもこの間午前中の授業と同じように個別に一個一個というわけにはいかないと思いますが、その中でご説明いただければと思います。カワさん、初めにちょっとちっちゃなことかもしれない質問したいです。2人に1人ががんであるという最近のね、この早期発見ということが大事な必要性であって、静岡にがんセンターがあるということは本当に県民の健康に寄与しているものと思います。で、東部にがんセンターがあるものですから、県内のどの地域が利用しているかということ、それから他県からの利用者もどれくらいかというのをちょっと分かったら教えてほしいです。どうしてかというと、やはりがん専科のない地域のがん対策と大き なんか差ができているということがあると、いけないなと。どういう地域で、それはあるんですか、データとして。県内におけるその患者さんがそのがんセンターにどれほどかかっているかという資料がございます。これまだ確定値ではございませんので、お断り申し上げますが、静岡がんセンターにおける患者数、平成22年の話でございます。これ約5000人ほど患者ががんと診断されています。これ地域がん登録といいまして、それに登録された患者数でございます。そのうち約半分がですね、須野田方地区、地元でございまして、西部地区も約100人、中東園も100人、
次第浦地区も352程度、静岡市、静岡地区から500人程度、富士から1000人程度、そして加茂、熱海、伊東県域から500人程度という、まあ、流入率になっております。しかしながら、これは診療をそのがんセンターでしたということでございまして、がんセンターは県の拠点病院になってございます。ですから、他の、まあ、拠点病院を引っ張っていくという役割を担っておりまして、他の拠点病院のレベルアップを図る研修会を盛んにやっておりまして、そういうことで、県内のがん医療に、まあ、政府を含めてですね、貢献しているという状況でございます。県外からの、県外からのですね、今地域が登録の中ではちょっと分かりません。43ページの自己評価のところなんですけど、まあ、言葉の使い方かもしれません。私だけではこだわりかもしれませんけど、このがん診療連携拠点病院等の金銭化は目標を達成しということがあるんですけども、これは22の病院を揃えたということで、目標を達成したということを理解したんですが、基本的にそうでございます。そういうことです、はい。確かにその通りで、生態的スタディックといいますけど、生態的には22を揃えたということで一応完了だと思うんですけども、ご存知のように、まあ国民一人一人分かると思うんですけども、がんに関する情報とかっていうのは日々変わってきますね。つまりそれを常に金転化していく必要があるわけですね。ということを考えますと、金転化っていうのは永遠の課題なんですね。そういったことも踏まえてお考えになってらっしゃるのかなというところですね。いかがでしょうか。金転化って要するに物質的にですね、22病院を指定してそれを目標を達成したということでございますが、今その、まあ日本に誇る、世界に誇るですね、県立がんセンターがございます。ここにはいろんなその学会の情報と最新の情報が入ってまいります。そういったものをですね、拠点病院、全国のその拠点病院22病院、がんセンターが含まれた21病院に対して、こう伝えていくという役割をがんセンターになっておりまして、そういうことが金転化のレベルアップにつながっていく、それを今実践しているところであります。先ほど言いました医科歯科連携なんていうのもですね、国が今年がん計画の新しくその取り組まなきゃいけないがん計画に書いたところでございますが、静岡がんセンターも2年前から3年に、もう取り組んでございまして、非常にこう進んだ静岡県のがん対策をやっているということです。ということは要するにこれで満足しているわけではなくて、要するにこういうハイレベルな状況を今後も保っていくという努力目標は依然としてお持ちだという理解でよろしいですね。はい、ありがとうございます。今の関連なんですが、ここでいう近点化の目指すところというのは、拠点病院ができたということで、とりあえず、あとは今高田さんの話のように、この後負担の見直しというのはあると思います。それなのか、臨床数であったり手術数であったり、そういったものもがんセンターから他の新しく指定されている21の拠点病院に移すということが目指すところなのか、そこはどちらなんでしょうか。近点化の意味なんですが、近点化は地元で、まあ、がん医療が受けられるというのが一つの大きなメリットでございます。ですからこの22の病院、22まではちょっと言い過ぎなんですが、18の病院 にですね、地元でかかる、地元で診療が受けられるということが重要になってまいります。静岡県での静岡県民がじゃあこの18の拠点病院でどのくらい診療を受けているかというのは、先ほど9割というふうに申しましたが、じゃあ地域でどのくらい受けているかという問題になりますと、推計ではございますが、70% ぐらいがですね、自分の医療圏、自分の地域でがんの診療治療を受けられているということでございます。これは国の
県単位での、自分の県でどれだけ受けられているかっていうのがですね、60% 弱の数字でございますので、医療圏で考えましても70%という数字はですね、非常に高い数字だというふうに考えています。ということはイメージでいくと、先ほどがんセンターに行かれている方が、そのエリアの方が半分ぐらいで、他のエリアの方が何で、それはまず地域で、治療を受けて、その中で、手術、この手術についてはがんセンター行ってくださいという、その中で増えているというイメージでいいですか。基本的にそうでございます。いかがでしょうか。ちょっと基本的なデータを聞きたいんですが、がんの死亡者についてここでいただいているんですが、がん患者数というのは、この全国10万人あたり、例えば10万人あたり何人ぐらいで、静岡はどのくらいの位置にいるのかというデータがありますか。患者数については、大体毎年ですね、2万人ぐらいの患者が発生している、発生していると、がんと診断されているというふうに考えておりまして、先ほども、その治療を受けている患者はですね、約4万4000人ほどいらっしゃいます。全国では、大体静岡県 3% ですから、それかける33ぐらいで、全国的に同じぐらいの、3% なら 3% なのか、それとも、私が思うに、これだけがん治療、それから検診が進んでいるんだから、治療を受けている人たちっていうのは、他の県よりもしかしたら多いんではないかなと。いうふうにちょっと思ったんですよ。その辺が早期発見につながっていれば、多分治療者数は増えてるんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺のデータとか特にないですか。申し訳ございません。今の調子で申し訳ございません。近点化の補助事業の中で、国指定の男子の連携拠点病院、1病院あたり、県から1260万、国と合わせ1520万です、ね、の補助金が出てると思うんですけども、その補助対象事業が相談支援センターと研修と近代がんと、この3つだということなんですけども、各病院、この3つの総事業費がいくらで、その事業費の中の何パーセントが補助金になっているのか分かりますか。はい、今のご質問にお答えしますけれども、補助金の実績報告書の中身を見ますと、かなり病院によって計上しているところと計上していない、例えば補助事業で、人件費2人分というところなんですけれども、例えば相談員の場合2人というのになっているんですが、病院によっては7人8人相談員を雇っている病院があります。で、その事業費全体を補助事業ですということで実績報告をいただいているわけではないのですから、個々の事業で実際病院がいくらかかっているかというところまでは県は把握をしておりません。じゃ、例えば、ある病院がこの3つの事業で、事業費として、2000万でやってますといった場合でも、2520万の補助金が出ているということになるんですか。その対象の経費が、例えば補助金で1260万であれば、その金額を超えていることは当然条件になります。支出してないところまで補助金を出すということはしません。そうすると、9つのこの病院で、それぞれ大体大まかでいいですけど、事業費どのぐらいですか。今いただいている報告の中では一番大きいところでは7000万かかっているというところもあります。で、一番小さいところではもうギリギリの金額しか見えてこないという病院もあります。
今年であれば1260万、70万、80万、そういう金額で、実績、あるいは事業計画っていうのは上がってきております。そうすると、その近点化っていう本来の目的でいくと、地域ごとにバランス取れてないような気がするんですけども、実際のところどうなんですか。相談事業のバランスというのは、もし相談員がですね、電話を取ります。そして、これ、相談員って保健師さん、主に保健師さんですか。保健師さんが取りますと、どうしてもその専門的な医療の話になりますと、専門医、例えば小児専門医とかですね、呼吸系の専門医とか、そういうところにお話して、対応していただく、ということもございますので、この3万3000件の中には、その相談員、例えばそのがんセンターが得意なものについてはがんセンターがにお話しするというようなものもございます。そうすると相談支援センター、あと研修院内がん登録、それぞれ多分一番少ない費用、仮に3000万でやってる病院があるとしたら、3つの事業が一番どんな具合だと思いますか。一番、金額がかかっているところは相談支援センター、こちらの方は人件費、2人分の人件費になります。で、院内がん登録に関しては、1名で、研修に関してはこの人件費ではなくて、研修会を開いた経費になりますので、額的にはかなり小さくなります。そうすると、多分3000万と7000万の開きがある場合は、その開きってほとんど相談支援センターにかける人件費の差が大体その差になっているよということでいいんですかね。県にいただいている金額の内訳については、すべての人件費を計上している病院と計上していない病院と両方に分かれるものですから、一概にその金額が大きいからいい悪いっていう判断にはならないというふうに理解しております。ここまでいろいろ聞いたんですけども、研修に各地域間で開きがあまりにも大きいと、その近点化っていうものに関してはちょっと問題じゃないかなって思ったもんですから、そういう質問をしたんですけども、研修に関しては各地域それぞれ同レベル、内容的なもの、回数、そういうものは確保されてるっていうふうに考えていいですか。はい、研修の内容と対象の方をどなたにするかというところについては、一応やり方、基本的なやり方は全て統一になっています。どの病院も統一になっています。研修も好きな病院ごとを好きな、テーマでやっていいということではなくて、テーマが4つ実は決まってまして、でどういう人を対象にするかというところも決まっています。あとはその講師の方の選ぶっていうところは各病院でご判断いただくということになりますけれども、基本的なある程度、完全な質にはならないんですけれども、ある程度の質が確保できるような研修をやってくださいということになっております。いいか。がんの早期発見、これはもう最重要課題ですけれども、がんの検診受診率というところで、48ページに上の方に3番がんの早期発見というところに現状載っていますけれども、他のがん検診よりは子宮がん、乳がんの検診率は少ないと。で、男性医師による診断でやっぱり若い人が周知診からとかね、女性が疑わないっていうとおかしいですよね、そんな現状もあるかなと思うんですけれども、
まあ、それにしても、例えば胃の肺がん大腸がんは男女が共に診断してそして、受診していると。で、子宮がん、乳がんは女性だけなので、このパーセントが下がってはいるけれども、なんていうのかな、受診率としたら高いと見るのかね。それで、まあ、その隣に目標値が 50% 以上って。で、何年かなと思ったら、平成24年に 50% にすると。例えば、隣の19年から22年までに、どれだけのパーセント上がったかって言ったら、まあ、平均、2% か 3%、まあ、少ないですよね。それを今 50% 以上にするっていうことは、これはよほどの努力をしないといけないから、それで可能な数値なのかどうか、数値なのかどうか、そこのところ、例えば22年はこうだったけど、急激にその受診率が上がって、23年は24年の 50% 近くなってるんだよっていう何かがあるんでしょうか。がんの、検診の受診率なんですが、これ男女ともにですね、やらない理由っていうのは、やはり時間がない、自分の健康に自信がある。そしてがん検診が必要だという方はもうほとんど 100% 自覚はしている、だけど検診を受けない、という方ばかりでございます。特に今お話のあった河原専門医は女性ということで女性のご質問ということなんですが、子宮がんはですね、まあ、乳房をこう抑え込んでそのごめんなさい、乳がんは子宮を抑え込んで、乳房を抑え込んでこう、マンモグラフィーで診断する。それが痛いし、触診もあるんですね。ということで恥ずかしいから行かないという方が非常に多い、検診でございます。また子宮がんの検診については細胞診でやるものですから、やはりこれも恥ずかしいから行かない。そして女性特有なんですが、やっぱり自分の家族のことを最優先して世話をするんで時間がないという方が多くいらっしゃいまして、まあ、胃がん、肺がん、大腸がんも女性は軒並み男性より低い、という数値が、まあ、ここにも書いてございませんが出ている状況でございます。ただこれに対して漫然とその見ているということではなくて、市町が実施者ということになりますので、市町は個別通知を出して、検診やってくださいと、いついつありますどこでやりますと、というような通知を出しているんですが、それもなかなか上がってこない。そして国の策といたしまして、子宮がん、乳がんについては5年に一度そのクーポン事業というのがございまして、子宮がんは20歳から40歳まで5年おき、そして乳がんは40歳から60歳まで5年おき、無料でそのクーポン事業検診を受けられる、という事業もございますが、それでもですね、この 3% か 4% ぐらいしか上がってこないというのが現状でございます。そこで今これ県の対策ではございませんが、厚生労働省で子宮がん、乳がんの検診の方法をちょっと見直そうという動きがございまして、例えば子宮がんですと、これウイルス性のものが多い、というウイルス感染のヒトパピローマウイルスというウイルス性のものが多いということで、そのウイルスの血中、その抗体価を測って検診をしていこうじゃないかと。というような動きもあるところでございます。乳がんはマンモグラフィーではなくてエコーを当ててですね、エコーならばですね、獣医さんでなくても臨床検査技師さん女性多いですので、そちらの方で、まあ、恥ずかしさが、まあ、半減するというか和らぐのではないのかと、ということで、それがもしですね標準的な方法になってくれば、この検診率というのは飛躍的に上がるんじゃないのかなというふうには考えているところでございます。以上です。
丈夫です。今の感じ、受診率と、これ確か貢献という方はちょっと複雑だったと思うんですけど、分母は、これどういうふうに説明取るでしたっけ。48ページのこのがん検診の受診率なんですが、こちらの方は国民生活基礎調査の、受診率を使っております。で、ご質問の内容はおそらく推計対象者という概念だかと思いますが、そちらの方はがん検診、国民あるいは県民全体のがん検診の受診率の算出ではないものですから、今回 の、 県の計画に関してもですね、県民全体のがん検診受診率 50% という概念ですので、国民生活基礎調査のこの数値を使うと。で、国も県もそうなんですが、その全員 の、 その、がん検診の受診率を正確に把握する統計が実際存在をしておりませんということで、この国民生活基礎調査の数値を使うと。ということは、分母は成人以上、分母に関してですね、この国民生活基礎調査というのは抽出調査でございます。で、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診はその分母の中から40歳以上で、子宮がん検診に関しては20歳以上という、抽出調査で、その対象年齢もそういうふうに区切っております。先週ですね、ちょうど鎌倉市で事業所見と同じ授業が出てきまして、これまさに、県は実施者ではないんで、一番この受診率を上げる努力は、市町村が担うことになるので、かなり苦労していて、まさにクーポン事業を国がやっているクーポンの、補助金を出したりとか、市町村でも半額助成をしたりとか、いろいろやっている中でも、多分どこの自治体も同じぐらいの比率になっていて、これは難しいんですけど、そもそも目標値 50% というのはどうなんだというところがあると思うんです。先ほどご説明あった通りで、受けるべき人は受けているんじゃないかというのは別な言い方はできるんだろうと。こうもしご意見ですか。50% ですが、国もですね、今回目標値の見直しをしております。それで県計画の中でどういうふうに見直すかというのを今後検討していかなきゃならないというふうに思っていますが、国の計画の見直しは胃と肺と大腸については当面 40%、 そして乳と子宮については 50% と。それが達成できるかというのは行政からするとですね、努力してまいりますと確かに言いようがないんですが、いろんな工夫を凝らしてですね、この目標を達成できるように頑張ってまいります。多分これは組合、保険の種類によってもそのサービスが変わってしまう部分があって、多分評価書の方の中でも企業であれば健保組合のサービスの中でこれの助成があったりとか、逆に市町村国保の中ではだんだん今そのサービスが切られていて、自己負担が多くなってしまっているので受診することができなくなっているという状況があるんだろうと思うんですが、ただそういったところも全部勘案しなきゃダメなところなのかなとか、ちょっと私はこういう意見なんですが、他にいかがでしょうか。それではちょっと細かいところを聞きたいんですが、44ページの、がん医療金券化の下から3番目の訪問介護ステーション総合研修事業ということで、これの内容はこれに見ると、訪問介護ステーション同士で専門の知識を共有するためにやってる事業ですよね。これは県が委託する必要があるんですかね。自分たちのシス向上を目指すためにやる事業なんじゃないですか。はい、こちらの事業の内容なんですけれども、一番大きなところはですね、一つの訪問看護ステーションに、研修生が集まって、実際のその事例を、お互い勉強、実際の事例について、ある患者さんというか、在宅の患者さんなんですが、その方の事例をどうしていくかという意見交換
情報交換、あるいはその講師の方が一人つくものですから、その方からの助言という格好でやっていくという内容になっています。それは本来、県がやらなきゃいけない事業なんでしょうね。それはステーションがそれぞれが自分たちの質向上、情報共有のためにやる事業じゃないですか。あの訪問看護ステーションのその1事業所あたりの看護師さんの数っていうのは非常に少ないものですから、ここの訪問看護ステーションで実施するっていうのは非常に難しい状況です。でも看護ステーション協議会っていうのがあるんですよね。協議会で実施することは可能なんですよね。実際に協議会を開催してるんですよね。委託先が協議会ですから。こういう研修会なんですが、協議会といいましてもその自己経費でやるということではなくて、県費、国費が2分違いですが、それを出すことによってより高いその質の向上ができる、それががん対策の推進につながるということで考えておりまして、こういった事業を委託しているということでございます。まあ、金額対してはあれではないんですが、まあ、これは基本的に補助事業じゃないかなという気はしますよね。委託事業ではなくてね。それともう一つ、次のページの静岡がん会議、これは情報発信事業だということなんですが、この2000万かかっているというのは、これは内容はどういうことをやっているんでしょうか。これはですね、がんセンターが行っている研究事業、そういったものの、まあ、国内外を問わずですね、世界へ発信するという事業でございます。特に海外からの講師を呼んだりですね、講師を呼ぶとその当然通訳が必要なわけでございまして、そういったことを年に1回やっている経費でございます。静岡県が誇るそのがんセンターがですね、世界へ発信する、その情報を発信する、事業として、やってございます。これは、がんセンターの研究成果を外向きに出すんですよね。それに対して外からの講師が必要になるわけですね。それだけではございませんで、やっぱり例えばその韓国からですね、ダヴィンチという機械ロボット、手術ロボットがあるんですが、そういったもののその普及啓発というか、有用性、がん治療に対する有用性をその講演していただくとか、がんセンターの研究事業だけではなくて、世界の最先端の技術を内外に発信する事業をしています。これにはどのくらいの医療関係者が出席をされているんでしたっけ。300人程度でございます。それには50人、50ページでございますが、上段に、過去のテーマと探し進むというのが記載してございます。年1回で1000万はかなり高いなという気はするんですが、まあ、かなりいろんな国から来ている。で、いろんな国から来る人たちに対して、県がまだ払ってるんですかね。でも、まあ、最先端の情報を提供してあげるわけですから、それぞれ海外からは自費で来るのではなくて、それはどういうことですか。はい、海外から来ていただく講師については、その例えば先ほど韓国の話を出しましたが、こちらに、韓国はそのダヴィンチかなり普及している、手術数も多いというところがあるので、こちらに来てその韓国の状況を話をしてくださいというようなお願いをしているものですから、講師で招いている方は当然そうだね、はい、講師料とそれから通訳もお金、それにどのくらいかかるんですかね。例えば韓国から来た時、一般的なんですが、同時通訳で例えば、300万から400万ほど
かかってしまう。要は1日だけではないものですから通訳で、専門用語も必要だということで、かなり一般的な通訳よりは高くなってしまうというふうに聞いています。これは通訳だけで3,400万、はい、それに講師料が、とほとんどその講師料と通訳のお金がメインだと、はい、はい、そうなんです。よろしいですか、はい、はい、この下今度乳がんマンモグラフの検診従事者養成講習会と、でこの下の講習、事前講習会って2つあるんですが、ちょっとこの関係を教えていただけますか。どういうふうに関連しているのか。はい、まず上の方の乳がんマンモグラフィー検診従事者養成講習会なんですが、こちらの方は、マンモグラフィー、の認定講習会、要は資格を取れるような、講習会になっております。でこちらの講習会については、まあ、県国からお金も出てますが、参加者からも負担金を取ってます。認定証というのが出るものですから、そういう格好で授与しております。授与費自体はトータルで1国の場合700万がかかっています。分の1とかで、700万かかっていて、そのうちの半分を、県と国が出ている。で、その下の事前講習会なんですが、実はこの認定講習会の認定を取るのがかなり難しいと。受講した方 の、 何もしない場合は4分の1程度しか合格できない。で、その合格した人がマンモグラフィー検診ををやれるっていうような、そういう資格になっています。で、そういったことで、まず、合格者を増やさないと検診が満足に回らないというところで、事前講習会というものを開催をして、もっとしっかり勉強していただく、まあ、プラスで勉強していただいて、本講習会で、資格を取っていただきたいということでやっております。であと、まあ、その下にも保険とか支給額とか、まあ、講習会の、これは検診をやっぱり検診率を上げていくためには、そういう検診従事者が必要だと、そういうことを要請するのが県としても必要だという方針のもとにやっているという理解でよろしいでしょうか。もちろんそうでございますが、せっかく検診を受けてもですね、精度が高い検診を受けないとですね、見逃す可能性がある、ということで、県としては、まあ、がん対策 のためにこうやっていくという。53ページのですね、このがん検診受診促進に関する協定、痛み関係の協定、具体的にこれは想像するところですと、要するに検診に行きましょうというアピールをしてくださいというようなことを感じました。基本的にはそうでございます。県がその体幹協会とですね、体幹協会がプリントアウトしたですね、チラシとかですね、パンフレット、そういったものがございますので、そちらからこの協定企業20社に、パンフレットを出して、こうアピールして、ここにアピールしていただくという授業でございます。先生に検診に行ってくださいと。そうそうそう、私自身も不勉強なんで恐縮なんですけど、例えばがん保険入ってますね。でがん保険の会社からこう年に2回ぐらい案内が来るんですがね、まあ、よく読まないというところもあるんですけども、大体はですね、新しい商品ができました、で次はもう一口増やしませんかというのが主で、がん検診に行きましょうという文言をあまり見ないんですね、あるいは見落としているかもしれませんけども、その辺がまだどうなんでしょうかね、設定されていないのか、私たちが見ないのかよくいけないんですけども、もう少し今私自分の反省も含めまして、もう少しそういった文字を書いていただければありがたいなと感じるんですが、この辺いかがでしょうか。はい、ここの企業さんにお願いをしているのはですね、その封書でやってくださいということではなくてですね、例えば外交員さんが外に出てお客さんと会った時に直接受診に行きましたかみたいな会話をしていく中で啓発をしていただきたいと、そういう内容になっております。今後ですね、すごくいいアイデアだというふうに思いますので、提携企業とですね、協定企業とちょっと協議をさせていただければというふうに思います。そうですね、送られてきた資料にね、やっぱり太い字で書いてあれば、
あ、そうかになというふうに思いますので、ぜひそういった方向で書いていただければありがたいなと思います。今、検診部分は県と市町の役割分担を持ってないという 今みたいなところは市町の役割かなと思うんですが、多分このやってる事業は県としてはその医療従事者の方の専門知識の向上であったり研修であったりをされていると思うんですよね。そこはその受診率を高めるというところも県の役割になるんですか。あの実践問題ですね。例えばその、まあ、大手企業と提携をする場合、市町が提携しますと35市町とこう提携を結ぶという格好になってしまうんですね。あの県が結べば県下全域あの1本で、やれるという状況がございますので、それも行政手続き的なその、まあ、簡素化も含めてですね、県がやらせていただいています。私はさ、もう一回あのここにあの近点化と検診のもう一つタバコ対策が入ってますよね。あのもちろんあのタバコでの肺がんになるリスクがあるからということで、あのこの小学校5年生に教材を配布するという、あの昔はまさにタバコの喫煙率が高かった時代にこういう教育が必要だと言ってたものが、これだけ多分今全国的にも多分喫煙率3割ぐらいだったと思うんですけど、そういった状況の中でもこう 下敷きを配布するという事業が県として必要なんでしょうか。あの肺がんはですね、今の年齢中性死亡率81でございますが、あの部位別のがんの死亡率のトップになっています。この原因はやっぱりタバコでございまして、年齢中性死亡率はどのくらいで押し上げているかというと 14.3% 押し上げてですね、81のうち、これは五大がんの中で最高値であります。それであの肺がんになるとあの、まあ、死亡までいってしまう方が非常に多いという現実がございます。そして、まあ、いやあの吸い始めるとなかなかやめられないという現実も、まあ、今の値上げされましたからやめる方いらっしゃいましたけど、あのそういうその、まあ、習慣性もありましてなかなかやめられない。ですから子どもの頃からの啓発が非常に大事だと、ということで、考えております。この下敷きはそのタバコ、まあタバコの共済用という目的でやっておりますが、あの成人病対策のその、一面もあるわけでございまして、自分の健康は自分で守ろう的なそのイメージを持った共済、そしてそれにタバコの副流煙の被害とかですね、そういったものも入ってございます。子どもの頃からの啓発が必要だというふうに思います。私はそのなんで小学校5年生なのかなってちょっと思ったんですが、まあ、まあ本人のね喫煙抑制っていうことになるとちょっと早いのかなっていう気がするんですが、まあ、私はこれを見たときに子どもが親に対して、タバコ良くないよということによって、その親の喫煙率を下げたいと、だから子供この小学校5年生最初なのかなっていうふうに思ったんです。そういうところはどうなんでしょうかね。あのこれはがんセンターの、まあ、授業でございますが、がんセンターでアンケート調査を実施しています。それであの、まあ、アンケート調査の中で児童から家庭で話題にするといった言動が見られましたかと、というので 83% の生徒がですね、あのそういうふうにあのお父さんお母さんとその子あの下敷きについて話し合っていますというあの回答を得たところでございまして、だいぶそのお父さんお母さんにも普及できる教材だというふうに思っています。それをがん対策という中でやるのかな先ほど多分成人病予防とかあのちょっと教育の側面であれば他のものと一緒の要因でもあるし、もちろん親への波及効果、それは多分副次的な効果だと思うんですよ。本来やはりあのタバコに限定すればあの未成年で喫煙をするであろう高校生であるとか、そういうところにどう絞るかとかですね。ただ私はその下敷きを配ることで、じゃあ高校生になった時に小学校5年生で下敷きを持ってその時の意識でタバコ吸うのやめようって思うのかなと、これもちろんないよりあった方がいいんですけど、
効果あるかもしれないです。久しぶり。早くショートの上に。ご覧になりました。ありがとうございまして、恐ろしいなっていう感じがする教材でございます。インパクト結構あって、特にその、先駆的知識を生かして、やっぱり酒類に比べて、プーエンの方が、がん、タバコ吸う人は、自分で知っていただければと。ただ、プーエンについての啓発も数字をつけてですね、啓発しているというところが、この下敷きの大きなものだというふうに思います。私も個人的なことで大変恐縮、実は私もですね、小学校5年の時、そういう話を聞いたことがあるんです。ちょうど親父とおじが話しています。おじが日赤病院に住んでいます。医者ではなかったんですが、それ横で聞いてた記憶なんですね。タバコ吸う人の肺なんてのは真っ黒で、なんかベタベタだろうと。別に私に教えたわけじゃないですよ。横で聞いてて、あ、そんな恐ろしいもんかなと思って、それ以来タバコは一本も吸ってません。ですから、5年生ぐらいでいいのかなと思いますね。その分、アルコール飲んでますけども。そんなこともあります。で、もう一つですね、私たちがこう知らなくちゃいけないのは、やっぱりがんの恐ろしさですね。で、がん対策基本法なんですかね、意外とですね、皆さんご存じないんですけど、がん対策基本法の第6条、国民に責務があるんですね。意外なんです。国民に責務を負わせるような法律ってなかなかないんですよ。で、実は、6条を読んでいますとね、後ろの方なんですけども、国民はって、ちょっと問いましたね。がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。こういう法律があるんですね。もちろんその法律があるから行くんだってことではなくて、なんでこういう条項を定めたかということを、まず我々国民は理解しなくてはいけないんですね。そういったことを含めて、ですから、がん検診を受けましょうというアピールをぜひですね、強く推し進めていただければと思います。ありがとうございました。それでは、判定シートのご記入をお願いいたします。こちらも先ほど申し上げた通り、ちょっと個別の授業、いくつか言及もありましたが、通してですね、この金転化タバコ対策、がん検診対策通して、ご評価いただければと思います。では、書いている方は解消していただいて、ご質問の方でいらっしゃいますでしょうか。マイクお願いします。がん検診のことになって当時は非常に重要なんですが、個人的にも経験したことがあるので実感しているところなんですけれども、これ高めていくという中で必要になったのが、地域別に検診率の高い低いというのはあったりするのでしょうか。それで高いところがあるんだったら、高いところの事例を他の地域に生かしてもらったりすると思いますし、低いところに何らかの低い家があるので、潰していくということで、全体の向上を図れるんじゃないかと思うんですが、それどうについて何か、もっと分かりますでしょうか。はい、市町が実施しているがん検診の受診率は、市町ごと数値を把握しています。で、高い、市町、やはり中にはございますので、資料の、すいません、44ページ、ご覧いただきたいんですけれども、上から1、2、3、4、5番目、がん予防教育指導者、研修というものを、がんセンターに委託して実施しておりますが、この中でですね、その検診、市町の保健師、あるいは協定締結企業の保健師さん、向けにですね、どうやったら、検診の受診率が上がるか、で、検診の受診率が高い市町の事例のご紹介をしたり、あるいは、受診の啓発、市町が実施する際にどういうふうに広報をすると、高くなるか、広報の専門家にしていただいて、講演、ご指導いただいたりということをやっております。以上です。他ご質問の方でしょうか。
ゃあ部長からお願いします。すみません、52ページ、タバコ対策とありますが、まあ、この下敷きを配布することによって、将来的な喫煙防止をということなんですが、平成17年度から、まあ、教育委員会と連携してしているということなんですが、これの効果は、まあ、小学5年生の子が、まあ、平成17年度から始めているので、まだ始めた段階の子がまだ未成年であるということで、まだ具体的な数字は出ていないと思うんですが、これから先、まあ、5年、10年経てば、もう配布し始めてからの子が、まあ、成年になって、で、具体的に、まあ、喫煙者の数がどんどん減っているかとか、そういう調査をする、まあ、予定はありますでしょうか。これから検討させていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。それとちょっとできますか。どこまで追跡できるかというところは当然あると思いますが、ちょっと検討しています。はい、いらっしゃい、言いますか。専門家からご意見をお願いします。先ほど女性特有の病気と言いましたけれども、乳がんは男性にも発生するというのを最近新聞で読みました。それによればやはり不審というかまさかならないだろうという、そういう男性の意識もあると思います。それから肺がんの、検診、X 線撮影従事者の講習会がありますけれど、現実として X 線では3回やったけども早期発見できなかった。CT をやって初めて分かって病気が助かった。そういうこともあるということから、まあ、医療現場、それから医療の進み方っていうのもどんどん私変わってきてるというか早く進んでると思うんですね。でそういうものをある程度県は情報発信するということで、県民に知らせる。で規制のこういうことをしていけばいいんだっていうことではなく、常に新しいものを県としたら、広報活動、これはとても大切なことかなと、そのように思います。それは要望ですけど、よろしくお願いいたします。先ほど高塚さんの話、本当にその通りだなというふうに思いました。国民一人一人の自覚、自助自立の基本が大事なんだろうなというふうに思いました。それで、何かあるとすぐ県の情報発信が、国の発信がっていうふうに言われるんですけども、これだけ情報を取りやすくなってますから、世の中が。インターネット使えば、いろいろ調べれば、専門医じゃない医者よりも詳しくなってる一般市民の人が多いぐらい、多くなるぐらい情報は本当に取りやすくなってます。で、その代わりそれをどう見極めるかっていうのが大事になりますけども、いい情報は出してるんだから取りに来てくれよって県民に言うぐらい、そういうこともあってもいいんじゃないかな、もうそろそろなんかそんな時代じゃないかなというふうに思ってますので、なんか遠慮せずに思いっきりやってもらいたいなと思います。ありがとうございます。まあ、このがんについてはですね、非常に先進的にやってられるので、まあ、その授業内容自体は非常に私はいいなと思いますし、私は小田原なんですが、私の地域からもですね、静岡がんセンター、まあ、非常に利用する方多いですね、やっぱりこちらの診断高いなというふうに思っています。で、まあ、ちょっとやっぱり問題なのは、この受診率を上げようという中で、まあ、非常にこれが、壁がちょっと高そうだなというふうに思いますので、まあ、この辺受診率は先ほどですね、伊藤さんの方からもあったように、やっぱり市町村、まあ、この村はないですけど、市町とのですね、連携というのはやっぱり重要なのかなというふうには気がしますので、その辺県と市町の役割をですね、ちょっと明確にして、お互いにこう、うまい連携でですね、
この情報発信とそれから啓発に努めていくことが必要かなというふうに感じます。受診率の向上法の話なんですが、がん検診と特定検診 の, その受診 の, その、まあ、同時実施によって便宜が上がっていくという方法と、今の国保とその市町検診の同時実施というのを静岡県これ非常に進んでいるんですが、やり始めまして、35分の10にですね、市町の検診と強化健保検診やってるという、そのこれモデルから始まっていますがという状況もございます。これ進んでいる事業なんでもっともっとですね進めていこうというふうに思っています。特定検診とこのがん検診の同時実施もやってるんですか？国保と協会健保の非扶養者とですね、検診の同時実施。実際にいろいろね、そちらも先進的にやられてるということなんですが、それでも受診率が上がらないのは一体何なんだろうなっていうところだと思うんですよね。その辺のところで、健康なんでしたっけ、集中 PR みたいなのを、あれ何の理由でしたっけ、電話相談ですね、そういう、ちょっと、集中的にあれはテレビとかラジオとかそういうものを使いながら、やったというような事業、これ国のですね、お金があったからできたということなんですが、そういうのをちょっとやってみる、キャンペーンをね、貼ってみるとか、そういうのもちょっと一回やってみてもいいのかなっていう気がします。それでは、専門委員の方、挙手をお願いいたします。がん総合対策推進事業につきまして、県の関与が不要だと思われる方、県の関与必要で見直し縮小だという方、見直し縮小、現行拡充、お二人、2名ですね。同数の場合は一応専門委員の中でも一つの参考結論を出すということになっています。その場合はコーディネーターの判断というふうになりますが、こちらの見直し、同じなんですけど縮小というか見直しということにさせていただきます。続きまして、県民評価者の方の判定です。28名全員が県の関与必要で、そのうち見直し縮小という方が7名、現行拡充という方が21名、です。判の結論としましては、現行拡充ということになります。評価者の方でご意見をお願いしますでしょうか。県立がんセンターなんですけれども、東部のちょっと遠いところにあって、私の主人の介護が亡くなったんですけど、その時はまだ病院ができてなかったんですけれどもね、やはり静岡県の中で地域の人が多数ということで遠いものですから、できれば遠い将来私たちがいなくてもできるように政府の方に一つ作っていただくとね、安心ですけれども、やはり浜松の方へ女性が出ていても金額も少なく専門的ではないので、やはりどうしても違いはあるかなと思います。ぜひ近い将来は無理かもしれないですけど、ちょっと意見として言わせていただきました。すみません。ご意見としてどういうふうに伺っていくので浜松地域にはですね、4拠点病院、地域の拠点病院がありまして、非常に評価がいいというふうには私は聞いていたんですが、がんセンター国のトップレベル、世界のトップレベルなんで、ご意見としてお受け止まります。他にご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。最後のお一人立てさせていただきます。小学5年生から下敷きがもらえるということで、お家でお話をするということなんですけれど、
私、子供もおりませんので、下敷き分かりませんし、今その実物に、ね、その下敷きがあるんですから、今日、明日、1枚ずつ、手に入ったらいいなと思いましたけど、せっかくそのようないい下敷きがありますので、現物を見せて、皆様に、これがいいか悪いかというのを評価してもらうのがいいじゃないでしょうか。今多分数用意されてないと思いますけど、あのよかったら回していただいて。余計な話ですけど、タバコってあれですね、あのこれだけみんながんになるリスクが高いと言われながら、別に規制されてるわけじゃないんですね。でも、タバコ吸うなっていう教育だけはずっとされてすごい、素朴に不思議だなと思いまして、ね、他の薬物みたいに規制されてるわけではないんだけど、吸うなとか言われてる。他にご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。あのこの授業に限ってるわけじゃないですが、今日実は5授業中ですね、4授業が健康福祉部さんの授業、今日あの部長代理に来られてるんですけど、私これ率直にですね、すごい受け答えが上手で、数字を使いながら定量的にあの示していただいたなと思ってまして、これあの仕分け 4回目なんですけど、あの今までの仕分けのが一番良かったなというふうに思います。特にあの今の授業もあの数字を使いながらいろいろご説明をいただいたので、これは多分健康福祉部としていろいろ取り組まれた成果じゃないかなというふうに思いますね。これは私個人的なあの感想ではあるんですけど、あの非常に良かったということで一言申し上げさせていただきます。以上で終了とします。ありがとうございました。